か。はい、今日は7月28日、あ、逆光で映らないかな。今7時25分ですね、午前。ヘリの薬剤散布やってたんで、ちょっと映してますけど、結構今は高くからやるのかな。前は結構低空でやってたんで、稲が倒れたりしてたんですよね。うん、待機してるだけか。あんな上からじゃちょっと狙えないだろう。で、おそらく農薬もネオニコチノイド系だと思うんですよね。だからこういうことで、あの蜂が少なくなったり、いろんな、まあ土壌環境にも結構残るらしいんで、まあ、待機中だろうな。あれが確か操縦者じゃないか。降りてきましたね。映ってるかな、逆光で。逆光で映ってないかもしれませんね。はい。で、これが結構広角なんで小さく映ってるでしょうね。あ、だいたいこのくらいですね。このくらいの角度で、高度で薬をまきます。はい。はい、今出してますね。わかりますか。あっちの道路にいるのが操縦者かな。そこはちょっとなんか支持者かな。こんなその田んぼの近くでいるのは。はい。いつまでも農薬ばっかしに頼る農業をやってると環境が破壊されてしまうということなんですけどね。まあそういうことを全然考えないから。でそれを戻すにはかなりの時間がかかるんですよね。その土壌微生物とかいろんな環境が回復するには。はい、まあこのくらいで撮影はやめときます。